戦3勝7敗1引き分け2つの KO 勝ち。いやしかしそのレコードだけでは測れない、これ土台の強さを持っています内田赤いグローブです。対して11戦こちらも同じ試合数6勝4敗1引き分け4つの KO 勝利が倉田英希です。前回は昨年10月28日青いグローブの倉田は黒田優斗戦判定勝ち、パンチが冴えました。さあこの辺りの戦いっていうのは K1 バンタム級王者の黒田斗真どうですか、視界には入ってるんですか。そうですね、まあ階級が近いので、はい、まあそうですね、楽しみなカードの一つですね。お互いオーソドックススタイル、ローキック青いグローブ倉田選手、石川さん強打者来ましたね。そうですね、今3連勝中ですからね、はい、でどんどん、ね、一発の攻撃力の質、重さが上がってますよね、はい、勢いに乗ってますよね。そういう、 こう重さ上げるっていうのは黒田選手、はい、これどういうトレーニングがあるんですか。どうなんですかね僕はあんまりそう、はい、強いパンチっていうよりは、まあ、タイミングで倒すタイプなので、ははは、これこういうところ生島さん面白いですよね。そうですね、あの前にあのボクシングのね、はい、井上尚弥さんとあの、はい、話した時あるんですけど、はい、やっぱ彼はあのパンチが強すぎちゃって試合中にやっぱりよく骨折したらしいんですけど、それであの空手のね、要するにあの、まあ、いわゆるミットとかですね、サンドバッグを素手で打つ練習をしてから折らなくなってきたっていうのがあるんですけど、やっぱいろんなそれぞれ選手の工夫があるんで、はい、まあ、現状の問題もだいぶ少なくなったんじゃないですかね、倉田選手はね。あ、そうですか。それで 本来の力が発揮できるようになったということですかね、はい。まあ、スーパーバンタム級で戦わないかと声をかけられたのは石川さん、まあ、急なオファーだったわけですけれどもね、はい、答えてこうやって成果が出てきたっていうのも面白いですね。そうですね、2キロ前後の、ね、減量幅の違いがあるんで、はい、そのやっぱり、ね、あの急なオファーでもポンと飛びつける、ね、この一つの要因ではあるし、でもその分ね、減量が少ない分パワーは変わりますかね、はい、階級でね。まあ、53キロバンタム級、はい、55キロスーパーバンタム級です。挑戦にはなりますからね、はい。まあ、対して右のミドルキックもう一発内田、強力な蹴りがあります。そこから右のストレート、すぐにこう拳もスッと引きます。内田も石川さん、戦績では測れないファイターですよね。そうなんですね、独特の、世界観、はい、タイミングの取り方、ね、合わせカウンターが抜群にうまいんですよね。はい、まあ、クラッシュ王座トーナメント、それから K1 ワールドグランプリ王座争奪のトーナメントに出場経験があります。スイッチする、元に戻しています。オーソドックス三日月蹴り気味か倉田、セコンドからはそれそれという声、右のももの辺りに連打内田。だいぶ黒田選手、これスリリングですね、はい、緊張感保ったままですよね。そうですね、まあ、倉田選手はまだ様子見てる感じなんで、はあ、2ラウンド目がまあ楽しみだなと思います。あと30秒今切りました第1ラウンド。ただ今アウトな倉田選手の攻撃はローブローと、これローブローとなりました。まあ、食らったのが赤いグローブの内田です。試合を再開いたします。しかしこれ食らうとかなり戦力ダウンするんでしょ。どうですか。そうですね、試合僕は食らったことないんで、あれですか。ラッキーですね。一回もないですか黒田選手。そうですね、僕は多分一回もないと思います。そうですか、はい。さあ続行からです。ローキック、ミドルキックと打ち分けていくのが内田。左インローも鋭い、こうするかのように返してガードは高い、硬いのが倉田。一撃のパンチがあります。ミドルキックには早くローキックを返す、さらにミドルキック重ねていったのが内田。第1ラウンド終了です。さあ黒田斗真選手、はい、振り返ってもらいましょうか。感想でも構いません。そうですね、まあ、倉田選手は、ね、内田選手をどう崩していこうかなっていうのは、はい、多分今考えてると思うんですけど、はい、まあ、なかなか隙がないなって、まあ、僕から見てても思いますね。お互いやっぱりそういう隙っていうのは少なくしようっていう動きありますよね。そうですね、これリプレイです。石川さんどうでしょう。はい、僕もですね、先ほど1ラウンド目に黒田選手が見抜いていた通りですね、倉田選手はまず1ラウンド目をまず様子を見てからうまく立てていきながら、2ラウンド目からおそらくリズムを上げる、つまりプレッシャーを上げていくんじゃないかなっていう気はしてます、ね。そうですね、そこに対して内田選手がですね、このプレッシャーを上げてきた、はい、倉田選手に対してどういうふうにギアを上げていけるか、対応していくかっていうのが見どころになるんじゃないかなと思います。ラウンド2。
試合は2ラウンド目、スーパーバンタム級55キロリミット。いや、左インロー得意の技からパンチに赤いグローブ内田、思い切って右フック。やっぱり質が上がってきましたね。そうですね、まあ、本当に強さは明らかに石川さんも2人とも変えることもできるんですね。そうですね、はい。でもこの内田選手は今ね3連敗中なんですよね、はい、3連敗中ところのやっぱり要因、このクラッシュのリングでのこの負けてしまっている要因っていうのはやっぱこの近い距離だったりとか あの技術だと思うので、はい、そこをおそらくあの徹底的に、自分と向き合って改善してきたと思うので、はい、だこういう倉田選手の圧力に対しても今下がることなくちゃんと迎え撃つことができてますよね、はい、生島さん、2人がこれどんな武器、どんな強さで出してくるのかって注目のラウンドですよね。まああのね、お二人もおっしゃってましたけど、はい、まあ、1ラウンド様子見て2ラウンドがまあある意味での勝負になってくるんでしょうけど、はい、お互いのいいところが出てきてますよね。これも前蹴り距離が長い内田で、やっぱり黒田選手、はい、倉田選手はこう何か風穴開けよう開けようと狙っている気がするんですが、はい、そうですね、倉田選手はこう内田選手の懐に入りたいと思うんですけど、はあ、こう内田選手がたまに出す顔面の前蹴りとかがあるので、はい、まあ、なかなか入りづらいなとは思いますね。あれでもこうストッパーのようになってるんですね。そうですね、当たらなくてもやっぱりあれたされるだけで多分入りづらいと思うので、はい、顔面前蹴りってやっぱり黒田選手嫌ですよね、やられる方。そうですね、嫌だと思いますね。あ、石川さんは現役時代対応していました。はい、そうですね、とにかく相手はやりづらいですよね、はい、前蹴り、お腹の前蹴りもそうですし、顔面に前蹴りになると距離感がもうね相手のペースになってしまうので、はい、はい、まあ、内田が今もそれミドルキック、右から右のストレート、蹴りからのつながりです。あ、これ抜群でしたね。完全に自分の距離感になって、ちょっと若干倉田選手がやりにくくなってましたからね、はい、このラウンドの序盤に画面前で1回入ったんですよ、先にね。その後から苦手意識が出ちゃいましたよね。パンチが強い倉田に対して蹴りからの拳、内田がダウンを奪っています。右ミドル、顎を捉えている、ガードの隙間。黒田選手、倉田のダメージってどうですか。はい、そうですね、結構効いてるとは思いますね。ちょっと心配ですか、はい、この辺り倒れ方もやっぱり揺れてる倒れ方でしたね、はい、いや、それにしても生島さん、2人早いですね。いや、見事ですね、やはりクラッシュの試合、これほどちゃんと間近でたくさん見るのは初めてですけど、そうですか、はい、いや、これはね、もう K1 のね、あのリングに上げても大丈夫なような選手が結構いますね、まあ、その K1 での経験値もさらにこれからという2人です。ストレート、おー、右だー、フックで今度は倉田、すごい、ダウンを奪い返しました。パンチにはパンチで、黒田選手、これ、はい、倉田にはこれがあるんですよね。そうですね、一発ありますね、やっぱり、ここで第2ラウンド終了ですから、黒田チャンピオンに引き続き伺いますが、はい、まあ、目離せないっていうのはこういうところあるんですね。そうですね、まあ、内田選手は、まあ、冷静で、はい、すごくうまいなと思ってたところに一発もらったんで、はい、やっぱ何があるかわからないなとは思いますね。まずはこの右フック、はい、最初に内田がダウンを奪いました。でもその後ですね、まあ、まともに頬骨からテンプルにかけてというところ、石川さん、はい、まあ、ドンピシャリでしたね。ドンピシャリでしたね。え、まあ、ダウン取られちゃったんですけど、内田選手まずボクシング技術が上がりましたね。あ、はい、はい、上がりましたねって言おうとしたところで、これを上回った倉田選手の喧嘩強さ、もともとね、はい、倉田選手はパンチも強いし、気も強いし、はい、気持ち、そこでね、この野郎っていう気持ちで最後振り返したっていう、倉田選手の殺気を感じましたね。それが前面に出た第2ラウンド。さあ、あとラウンドは一つです。ラッシー、脇腹紫色、倉田はもう何発内田のミドルキック食らっているか分かりません。そしてガードを固くして出てくる、入れ替わった、そこからのストレート内田、ダウンは一つずつ奪い合っています。最終第3ラウンド、いや、このね、今までこういう打ち合い内田選手自ら行く場面はなかったですからね、こういうところにダウンホイひしひとね、この、ここからもう一回勝ち上がっていくんだって気持ちを感じますよね。黒田選手、はい、これ精度が問われますし、ディフェンスもそうですね。そうですね、まあ、内田選手は今ちょっとパンチになってるんで、もうちょっと1ラウンドの時を思い出してもっと蹴っていってほしいなとは思いますね、はい、やはりそこ一つ大の得意ポイントですもんね。はい、そうですね、顔を動かしてダメージも軽減しています内田。
そして倉田は生島さん、はい、プレッシャー強いんですけれども、いやもう見逃せませんね、あのそれこそ、天心君と武田君が戦った時に、はい、あの K-1 主催の矢吹充さんがね、はい、いや本当に一瞬なんですよ、一瞬で変わるんですって言ってましたけど、はい、まさにそれを感じますね。そうですか、その一瞬一瞬ダウン、この試合3つ目はどちらが奪うのか、残り1分50秒を切っています。倉田詰めてくる、プレスをかけてくる、うん、そしてフック系のパンチ、右ミドルキック忘れたくない、赤いグローブは内田、ともに拳がスピーディー、そしてワンツー内田重ねてきます。倉田は距離をこれ守りたい、失いたくありません。残り半分です。黒田選手、このラウンドまたさらに激しいですね、はい、そうですね、まあ、倉田選手はこう今パンチ一辺倒になってるんで、こうカーフとかを散らしていったらもっと上も当たるんじゃないかなとは、はい、右ストレート、今度は内田がパンチです。そして肘のあたりから壊してくるか、今のストレート来ましたね、はい、狙いどころきっちり、そして足を組み替える、また元に戻しての内田です。内田3連敗中、3連勝中の倉田が詰めてくる、メイク、いやこのね、倉田選手の圧力に対してしっかりとこの自分の距離をキープしきれてるのがね、右ストレート、はい、内田選手の下半身の強さ、感じますね。この辺りもしっかりとマットを踏みしめながらのローキック、そして打たれたら黒田選手必ず打ち返すっていうのを2人とも、そうですね、話もだいぶ激しくなっています。内田左ック、左で返していく倉田、右ストレート内田、あと30秒、火花が散らされたまま、近距離での合わせもうまいな、内田選手、ここもしっかり、はい、これ足の内側ですよね、そうですね、ロングの、ね、合わせが上がったんだけど、はい、最もう今日はね、うん、近距離の合わせがうまい、まあ一発右、倉田の気迫、内田の技術、あと10秒切っています。カーフキック忘れない内田、右ストレート、内田このドタッパでやはりパンチ、立ち上がった倉田のこの表情、痛恨のダウン、時間はない時間はない、ここでゴング、がっくり崩れた倉田英輝、ロープによじ登って打ち出しよう、なんと生島さん、はい、残酷なまでに判定はまだこれからですけれどもね、さっき見た時3ラウンドの前半で、倉田選手が足元は結構フラフラしたんですよ、右の軸足がですね結構大きな判定ですね、28対26、赤内田、内田翔1票です。ジャッジ豊永、28対26、赤内田、勝ったのは内田翔、28対26、赤内田、3者28対26、3対0、うなだれる倉田、3連勝でストップ、3連敗でストップは内田翔。さあ生島さん、はい、引き続き伺いたいと思います。これ胸の内ぐっとつかまれる戦いでしたね。いや素晴らしかったですね、でまあちょっとまあ、3連勝中で倉田選手ですか、勢いあったと思うし、はい、自信もあったと思うんですが、やっぱ足に結構来てて、あ、これちょっと危ないんじゃないかなと思ってたんですが、まあ、そういう意味ではトータルでその3連敗中からなんとか脱却しようという内田選手のですね、はい、まあ戦、まあ、いわゆる戦法も良かったですよね。あ、そうですか、まあ、きっちりとプランニングがあって、それを黒田選手、はい、やっぱり実行できる力ですよね。そうですね、まあ、前回の試合より内田選手はかなり強くなってパワーアップしたなとは思います、はい、そうですか、はい、まあ、力っていう点、石川さん、気持ちの面でも十分ですよね。そうですね、本当にパンチの技術上がりました、はい、このリングで必要な技術をしっかりね、この今回の試合までの間に自分と向き合ってきたんだなっていう背景がしっかり感じましたね。敗れた倉田選手なんですけど、はい、この最後の打ち合いの場面っていうのは逆の場合もあったんです。そのぐらい、はい、ね、いいパンチ出てたんで、ね、倉田選手が打ち合ったからこそ、で最後に起こった、はい、ああいう場面フィニッシュだったかなっていう気がしましたね。いや、 やっぱり矢吹さんがおっしゃったみたいにね、その一瞬の差なんですよね、はい、本当に一瞬、まあ、トランクスのベルトラインには等身大という文字も見えています。そこからさらに踏み出して内田翔